試験返しますよ。結果どうかな？ A かな？まさか落ちたの？マジで？お母さんに殺される。なんでこんなことに。一生外出禁止になっちゃう。今日は最悪の日だ。学校なんて嫌。なんで頭悪いの？誰か料理でもしてる？匂いがする。煙の。何が起こってるんだ？学校で最大の失敗。まったく、助けてやるよ。水は火に勝つだろ。これで火事は消える。炎よ消え去れ。うまくいったね。大丈夫か？誰にだってそんな日はあるだろ。うわっ、熱っ。そもそも何が最悪なんだよ。私バカなの。ほら。それは残念。でも待てよ、いいこと考えた。これを見て。じゃじゃーん。おお、これはすごい。助けになってよかった。今日は最高の日だ。うん、集中してるみたいだな。これは都合がいい。ミンディ。え？見てて、フードかぶれ。何？俺は知らない。誰の仕業？彼にはできないか。なんか変なの。騙されてやんの。やったね。レベル上げてこう。ちょっと、まだあっち向いてるの？あー、イライラする。うん、また引っかかった。今に見てなさいよ。それならこれで盛り上がるはず。私にだってできるんだから。熱い仕返しをしてあげる。準備万端。もう一度やってみようか。よし。やっぱあんたね。これを受け取れ。息ができない。うわ、怒らせちゃった。終了。楽しかったでしょ？パーカー着ててよかった。まだ眉毛あるよね。いいもの見せてもらった。先生、テスト持ってる。 A をください。私はバッチリよ。ついに来た、テストだ。よくできました。あら、そう？やった、 A だったよ。あなたは？見るのが怖い。嘘、 F？ 一生懸命勉強したのに。次回頑張ってね。水に気をつけてよね。あ、私のグルーガン。いいもの発見。やだ、髪の毛が台無しになる。ねえ、静かに。人生終わっただろう。全然よ。今いいこと見せてあげる。見て、溶け始めるわよ。よし、ふん、助けてあげる。は？何してるんだ？おー、 F が取れた。その通り。あとは成績がいるでしょ。これで少し良くなった。ずっといい。わお、すごいじゃん。うん、知ってる。ありがとう、助かった。めでたしめでたし。いい話だな。ちょっと待てよ。今日は絵を描く日だ。やった、ペンと紙と俺の想像力、自由に解き放て。悪くないよね。何やってるんだ。一からやり直そう。あー、かわいいじゃん。悪人面。はあ、しゃあない。3度目の正直。ダメだ、ひどい。不名誉だ。俺のどこが悪いんだ。俺才能ない。ピカソにも嫌われる。え、ちょっと待てよ。そうだ、やることがはっきりと見えた。完全にね。お、なかなか面白い。
インクが雫みたいになってる。プラスチックに書いたからね。次は霧をスプレー。面白いだろう。早くひっくり返して紙に押し付けるんだ。どうなると思う？お絵描きにぴったりな背景。筆記体で格を上げよう。わあ、すごい。はい、先生。あら、面白いわね。お願い、それ気に入って。よくできました。よし、やった。これ本当に大丈夫かな。不気味だね。好奇心どっか行っちゃったの？そうだね、行こう。ワクワクするね。これを見て。ここは誰が住んでたんだろう。わからない。何年も廃墟状態だもんね。ちょっと待って、これ何？信じられない、ハムスターだよ。青く光ってる。あ、ちょっと眩しいから、これ見て。え、何さ。あ、この箱生きてる。お化け？わからないけど気をつけて、開けるよ。わあ、なんて可愛らしいワンちゃん。連れて帰っていい？デイジーって名前にしよう。ここペットショップみたいね。こんにちは。大丈夫？こっちへおいで。傷つけたりしないから。名前が必要よね。君はニブルスかな。一人で怖かったでしょ。何が起こってるの？おっと、ここはどこ？私もわからない。でもみんなで飛んできたみたい。私たち全員。今の聞いた？私たち家族だね。これは楽しくなりそう。あれ、ニブルスはどこ？違う、ここにはいない。もっと可愛かった。跡形もない。椅子の下にもいない。ニブルスを見てない？ちょっと止まって。何？危なかった。いなくなっちゃったかと思った。安全な場所に置いておいてあげないとね。あ、あの水槽見て、とっても綺麗。これは使えるかも。どうやったのか見当もつかないけど、でも気にしないでよかった。ここに入ってて、逃げられないようにね。魚臭いかもだけどごめん。ハムスターには居心地よくないようね。もっと快適にしてあげなきゃ。どうするべきかは分かってるよ。ペンキで模様を足すね。波をガラスに描いていくよ。気に入ったかな、ニブルス。そこにいてね、デイジー。ちょっと物色しようか。このサイト気に入ると思うよ。靴はいくらあっても足りないからね。私のクレジット使いすぎだけは注意ね。あれ、元気が出ないって。よし、わかった。私が寝床を作ってあげるよ。火に気をつけて。お、これはバーベキューにぴったりだね。ほら、デイジー、これ見て。くつろいでね。どう？気に入ってもらえるといいんだけど。そうだと思ってたよ。心配しないで、ニブルス。もうすぐ終わるから。完璧にしたいからね。特にあなたのだから。よし、これで完了。すごい、サニー。頑張ったね。ありがとう。水槽の絵も素敵だよ。ニビルス、大丈夫？退屈そう。楽しめるものが必要だね。映画でも見る？違う？どちらかというと本がいい？オッケー。そうだな。わかった。とりあえず作ってみよう。すごい！うまくいった！ハムスター用のウォータースライダー。水はないけどね。ほら、遊んでみて。すごい！とっても勇敢だね。そのまま進んで。きっと楽しめるから。高いとは思うけど、きっと気に入るはず。ほら、滑り台は嫌いなのかな。それなら大丈夫。遊びの要素は他にもたくさんあるから。おっと、君は命知らずだね。気をつけて、ニブルス。とっても勇敢だね。ねえ、サニー。わあ、すごいね。でもデイジーには小さすぎるから、代わりに何か作ってあげよう。ちょっと待ってね。何か使えるものがあるはず。ここには何があるのかな。お、これは面白そう。でもこれは私のスタイルじゃないな。イメチェンが必要そう。早速取り掛かるよ。まずスプレートルを準備して。もちろん赤を使うよ。わあ、すでにいい感じ。私はスプレー缶を使った芸術家だよ。次にデカールを貼って。わあ、火事だ。すごいイメチェンになった。あなたにぴったりね。よし、乗って試乗してみよう。
しっかり捕まって。進むよ。疲れた。昼寝しよっと。ねえ、やめて。くすぐったい。寝ようとしてるんだから。あ、これはダメだ。一体どうしたの？やめてって。もう寝なさい。ハムスターは食べるものの夢でも見てね。はい、どうぞ。あ、やばい。まずいかも。泳いで逃げないと。この歯には近づかない方がいいよ。冗談。これベッドだから。とっても柔らかくて寝心地いいよ。出てこれなくなるかも。これで私も眠れるね。いびきはかかないでね、ニブルス。ねえ、ちょっと静かにしてもらえる？寝ようとしてるんだから。誰かに見られてる気がする。やっぱりデイジーだ。眠れないの？そういう時あるよね。まずはベッドに寝転がって。連れて行ってあげる。はい。さあ、目を閉じて。ああ、お気に入りのセーター。犬の毛がついてる。後で片付けよっと。今は疲れてるからね。美容に睡眠は必須だから。おやすみ、デイジー。うん、リリー、やめて。消火器を置いて。待って、それは消火器じゃない。ユニコーンだ。あれ、今の何？デイジー、何してるの？またセーターに乗ってる。ふう、本当に好きなんだね。いいよ、あげる。でもその前にちょっと直してあげるね。まずはセーターを裏返しにして、針と糸を準備したら裁縫の練習時間だね。セーターの上部分に縫い目を作りたいの。片腕からもう片腕へ。こんな感じでね。それが終わったら綿を詰めていくよ。こうすることでとっても柔らかくなるからね。いっぱい詰めてね。もう少し入れた方が良さそう。それから腕部分もしっかり詰めてね。レイジー、気に入るはず。いっぱいになったら袖口を縫うよ。そうしたら袖部分が輪になるようにして。これでびっくり、犬用ベッドになった。きっと雲の上にいるような感覚になるね。乗って、デイジー。ちょっと羨ましいな。私のベッドもそれくらい快適だったらいいのに。よし、寝よう。工作してたら疲れちゃった。はぁ、おやすみ。うん、ポテチ大好き。ねえ、そんな目で見ないで。どうしたの？ポテチが食べたいの？これは人間の食べ物だからね。うん、その子犬みたいな目は反則だよ。わかった、何かあげるね。でもポテチは私のだから。まずはフードボールが必要ね。もうイメージはあるんだ。下がってて。熱くなるよ。待っててね、来るよ。うわ、これ見て。斬新的なボールでしょ。活火山だよ。ほら、これ見て、ボールに入れるよ。お腹空いてたでしょ。ドッグフードの噴火だ。わーい、見て、たくさんあるよ。よだれが出てきたね。早く食べにおいでよ。どうぞ。一気には食べちゃダメだよ。あら、いい子だね。あれ、いいな。うん、私もニブルスに何か食べ物あげた方がいいよね。ハムスターは何を食べるんだろう。ピザでも注文する？いや、もっといい考えがある。ごちそう準備するね。まずは容器が必要だから、この波で完璧。ここに食べ物を乗せていくよ。シェフが特別に作りました。あなたの舌をうならせること間違いなし。召し上がれ。ご飯を気に入ってくれたんだね。すごく嬉しい。普段は全部燃やしちゃうんだけど、まだまだあるからね。デザートが欲しいなら言ってね。美味しいアイスクリームがあるから。いらない？甘党じゃないの？本当にもったいない。でも問題ないよ。あ、マナーを忘れないで。テーブルに乗っちゃダメだよ。まあいいか、私もっと悪いことしたことあるし。食欲旺盛だね。サニー、見て見て。ランランラランラン。デイジー、気に入った？そっちどんな感じ、リリー？この上ないよ。すごいかっこいいね、サニー。燃えてるよ。あら、ありがとう。でもまだまだよ。ドーク！シュディドゥープ！いいね。続けて。ふう、踊ってたら汗だくだ。ソロの時間。最後の大詰め。シャラン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 。暑すぎる。窓とか何でもいいから開けてくれない？サウナみたい。冷たい水が飲みたい。
待って、ニブルス大丈夫？心配しないで、私が冷ましてあげる。どう？役に立ってる？わかった、すぐに戻るね。見てこれ、水分補給に役立つよ。ハムスターサイズの水飲みボトルだよ。こっちに置くから飲んでね。そうそう、いい子。ふう、だいぶ気分が良くなったよ。サニーの音は止まったみたい。あれはいい考えだね。デイジー、あなたも飲み物が必要ね。わかったから怒鳴らないで、考えているから。うん、わかった。ちょっと待ってね、うまくいくといいんだけど。もう少し。すごい、いいね。しかもフードボールとお揃いだ。美的センスだね。喉が渇いてたんだ。喜んでもらえて嬉しい。これで全部揃ったかな。ちゃんとしたお家になったね、ニブルス。とっても嬉しい。最高の場所を準備してあげたかったからね。君のためなら何でもできるよ。調子はどう、デイジー？快適かな？もちろんそうだよね。見てよ、このワンちゃん用パッド。いい仕事したね。ハイタッチ、キスして、ニブルス。わあ、お弁当。うわあ、何？ああ、火燃え始めたわ。風、気楽な雰囲気。ち、母なる大地よ。水、おしっこしたくなっちゃった。イエーイ、楽しいパーティーね。エッシー、見て、かっこいい。僕が来たからこれでパーティーの開始だね。僕ってヒーローじゃん。銀行強盗を捕まえたんだ。あ、ジェイクってかっこいい。ほんとね、たまらない。大したことないけどさ。勇敢なのね。まあ私はトランポリンで遊ぶわ。私は彼と話すわ。行くわよ。やあね、これ見て、私の気持ちよ。何？あ、ダメよ。助けてあげるわ。ジェイク、あなたのためよ。すごいじゃん。マジックかなんかなのか？うわ！おい、なんだよ。エッシー、邪魔しないでよ。彼は私のよ。あら、そう？あなたの負けだからね。風なんか怖くないわ。くらえ！全力出して、それなの？何が起こったの？見て、そんな。僕、自然が大好きなんだ。植物とか木とかさ。わあ、優しいのね。お気の毒様。うわあ、すごい。面白い。このチャンネル最高なのよ。ねえサニー、あの人。あら、誰にも見つからないように捕まえなきゃ。そうしましょう。そこの怪しい人、やばい、逃げるぞ。逃がせないわ。いいアイディアね。あれ、おかしいぞ。前に進まない。次は私の番よ。ロープがいるわね。それか木の根。あら、いいじゃない。やめろ、転んじゃうだろ。あう、やめてくれ。捕まえたわよ。あなた誰なの？シェイル、何してるの？なんでお菓子を盗んだのよ。説明しなさい。早く。盗んでないよ、買っただけよ。ほら。あら、そう。でもすごい量ね。早とちりよ。ごめんね、立たせてあげる。信じられない。あー、退屈。私もよ。何かやることがあるはずよ。ってどんな？考えるの。それ時間かかりそう。そうだ、ゲームしようよ。
あら、楽しそうじゃない。セッティングするね。さあ、始めよう。私からね。待って、じゃんけんで決めるのよ。わかったわよ。じゃんけんぽん、私の勝ち。これにするわ。やった、成功。大したことないわ。見ててよ。確実に、ゆっくり。よし、全然難しくないじゃん。はいはい、私の番よ。見てて。髪が飛ばされちゃう。やりすぎよ、エッシー。ほんとやめてよ。失敗しちゃった。あなたの負けよ。下手くそね。怖いわ。退屈よ。強烈だわ。でも目が離せない。ああ、怖いのに。あ、サーリー、植物が育ちすぎよ。もう我慢できないわ。これで OK。 おっと、ごめんね。こんなのが怖いの。ああ、いなくなった。もうやめてよ。ちょ、やめてってか。大丈夫？また？燃やしすぎよ。ふ、危なかった。あら、ひどいことになってる。ひどいわ、もう嫌。あ、おかしい。ああ、まあ、私が悪かったからね。私は知らない。支度しなきゃ。今日も綺麗ね。うん、メイクしよう。これよ、これ。これを顔につけるの。そして次は魔法、火をつけるのよ。うん、いい出来。髪もアレンジしなきゃね。カールさせようっと。行くわよ。おはよう、シェリル。髪がボサボサ。整えなきゃ。これで綺麗になるはず。何これ。これじゃダメよ。もう一度、こうすれば水が取れるわ。もう、わあ、シェリルの髪いいな。私もカールしようかな。ちょっと手伝ってもらおう。気づかれないよね。いい感じ。何してるのよ、エッシー。落ち着いてよ。ちょっとカールしたかっただけよ。してあげない。ごめんってば。シェリル、戻ってきて。もう、どうしたらいいの。シェリルのこと聞いた。そうそう、短期よね。まあいいけど、さて髪のアレンジどうしよう。お花が可愛いよね。あら、素敵。思ったよりいいわ。すごく綺麗。あー、可愛い。メイクが完成したわ。次は髪よ。風に吹かれた自然なスタイルがいいわ。ちょっとやめてよ。私の髪が。何か言った。風が気持ちいいわ。気持ちよくないし。ドライヤーなんていらないよね。あ、私のせい。そうよ、仕返ししてやるわ。話せばわかるわ。やめて、サニー。あ、いい、君似合うわよ。植木のバリカンがいるわ。私はやり直さなきゃダメね。取り掛かった方がいいわ。もう朝が来ちゃった。
よく寝た。喉が渇いた。起きたての水って最高。おはよう。お腹すいた。朝ごはんを作ろう。卵にするわ。料理って嫌い。まっすぐできるけど、ちょっと熱を加えればいいわ。ヘルシーな朝食よ。おはよう。よく寝られた？うん。あれ、何の匂い？なんか焦げてるわ。大丈夫よ。ちょっと焦げちゃったね。あ、ひどい匂い。おはよう。うわ、私はシリアルにしよう。へえ、今の便利ね。危ない。先に言っといてくれる？うん、おいしそう。あ、コーヒーもいるわ。危ない。冷まさないと。やけどしたくないもの。毎朝これよ。新しいルームメイトがいるわ。ガチの研究になりそうだ。早速始めよう。重要な突破口が開けそうだ。科学界を永遠に変えてしまうような発見。緑の、あ、緑の液体ね。慎重に、失敗しかねないからな。うわ、すごい。信じられない。見てみろよ。私が科学を面白くしてあげる。魔法の薬を作ってる気分だな。ホグワーツって感じ。もっとオタクっぽいけど。うわ、重い。だろ、こぼすなよ。このボールに液体を移すんだ。おい、何すんだよ。入れようとしてるの。俺がする。わかったよ、どっちも入れよう。やばいことにはならないだろう。あ、地震だ。あ、うわ、ここはどこだ。どこだって、実験室よりはマシ。準備 OK？ おうよ。おお、グミベア好きなんだ。美味しそうだな。食べるの待ちきれない。この色を見てよ。いい匂い。これ以上我慢できない。一ついただきます。うん、どう？教えろよ。うん、美味しいよ。だけど考えがあるんだ。グミビア氷を作ったの。うわ、すごいっしょ。さて、ドリンクも用意したよ。完璧だね。これを氷の中に注ぐんだ。うわ、うまそう。味もいいといいけど。飲んで確かめよう。わあ、最高。俺はどうしようかな。あ、そうだ、温めよう。これなかなかすごいだろ。お、しまった、やりすぎた。うわ、どうしたらいいんだ。消しなよ。うわ、危なかったな。グミビアがグミスープになっちゃった。見ろよ。マジストレス。あ、待てよ。はあ、落ち着いた。うわ、マイルズ。巨大なクマの型を用意したんだ。それで何するつもり？見てろって。グミスープを型に流し込むんだ。興味深い。ちょっと羨ましいくらい。うん、さて次は。冷たい風が必要なんだ、ジュリー。お断りします。意地悪すんなって。そうだな、思いついたぞ。カチャカチャ。拍手。もっとよく考えておけばよかった。すげえ、寒い。でも成功だ。巨大グミが固まったぞ。慎重に、壊したら最悪。うわ、綺麗だな。どうよ。いいんじゃない。うん、お風呂に入れてあげよう。飲み物も。一仕事したからな。おお、快適そうだ。自分のこと賢いとか思っちゃって。ああ、うまい。クマのお風呂の水飲んでる。はじめ。おお、ラーメン。ラーメン好きなんだ、ジュリー。最高だね、食べよう。おっと、私たらはしたない。だから外食できないんだよな。でも箸は常備してるんだ。バッグに入れてるの。待ってて、どっかにあるはず。ああ、見つけた。いや、お昼寝タイムじゃないから。うわ、どこに投げてるんだよ。これはなんだ。
こんなの入れた覚えない。バイバイ。おい、タバスコいらないし。あげる。どういたしまして。スプーンなら使えそう。でもやっぱりいないか。どこ行ったんだろう。これ以上待ってらんね。刺激を加えよう。ジュリーもびっくりするぜ。あと数滴はいけるかな。何も知らないふり。おい、急げよジュリー。黙って集中してるの。どっかにあるはずなの。手伝おうか。ジュリーにラーメンを食わせたいんだ。おいジュリー、見ろよ。ああ、完璧じゃん。やるよ。ありがとうマイルズ、優しいね。いいって、お安い御用だ。よだれが出てきた。わあ、おいしい。待ってろよ。何が起こってるの。やばー。引っかかった。よし俺の番、楽しみだな。笑えないんですけど、そっちがその手で来るなら。おいしいラーメン。あ、どうなってんだ。俺のラーメンどうしちゃったんだよ。ラーメンアイスじゃん。待てよ、思いつくのはジュリーだろ。仕返しだよ。先に開けていい？いいよ。わあ、見て、牛乳だ。期待とは違うけど、まあいっか。コップはどこ？あ、あった。ジュリー見ろよ。しまった、開けないと。カチコチだ。マジウケるんだけど。注げないじゃん。どうにかできるはず。策が尽きた。とはいえ、なんだよ、何見てるんだよ。落ち着きなって、火の男くん。紙パックを半分に切ればいいんだ。よし、そうこなくっちゃ。賢いでしょ。これで牛乳にありつけるよ。うまそうじゃん。スプーンですくい出せばいいんだ。アイスを食べてる感じ。おいしい。マイルズのは？開けてみよう。よっしゃ、チョコだ。健康食を心がけてんだけど、例外ってことでチョコには抗えないぜ。マイルズ、確認した方がいいと思うよ。マジかよ。俺ってどうして運が悪いんだ。そうだ、いいこと思いついた。どっから持ってきたの？秘密は明かせないぜ。でもすごいだろ。お楽しみはこれからだぞ。溶けたチョコを噴水に流し込むんだ。うわぁ、見ろよ。うわ、すげえ。うまそうなチョコが流れてるぜ。ドロッとしててうまそうだ。食べてみよう。これディップしてみよう。たっぷりつけるんだ。早く食いて。やべえ、マジうめえ。私も食べてみたい。おいしかった。あ、そうだ、チョコポテチってどんな感じかな。百聞は一見にしかず、大ヒットしちゃったりなんかして。おお、これこれ。見せつけてくれちゃって。お、いいこと思いついたぞ。ちょっと変わってるけど、うまくいくと思うぜ。マイルズ、ダメ。なんだよ、いつも邪魔ばっかり。頭おかしいんじゃない。後でお説教だから。ワクワクするね。待て、ん、先に開けていいか。頼むよ。おお、見ろ、卵だ。エクセレント。なんつって、これをどうしろって言うんだよ。あ、そうか、今から美味しいものを作るぜ。これから始めよう。ボウルに卵を割り入れて、殻が入らないように。うわ、ピロっぽい。次に混ぜる。俺、料理の才能あるんだ。どんどん混ぜてくぜ。疲れんな。これで十分かな。で、すぐにわかるって。お皿に注ぎ込むんだ。生卵を食いたいやつはいないから。調理開始。早いだろ。感心しちゃってる。完成したみたいだ。うまそうじゃん。だね。待てよ、まだ完成じゃない。細長く切っていこう。薄くカットするんだ。ピザスライサーは便利だな。これで十分。あとは味付け。胡椒があればピリッと締まるだろう。完成したぜ。頑張ったら腹減ったな。パスタを食べてる感じ。香りも最高。大丈夫か。
それ、食べたい。全部俺のだぞ。分けたら楽しいじゃん。私のは何だろう。あ、同じく卵だ。どうしようかな。食べてるから話せないぜ。いいこと思いついた。カラフルにするんだ。注射器を用意して、卵に小さい穴を開けるんだ。何してんだよ。青色から始めよう。卵の中に色を注入していくよ。注射器を使えば汚れ知らず、ラックチン。さて、一つ目の卵が完成。残りにも入れていくね。これで全部。あとは凍らして殻を抜くだけ。うわ、こんな卵見たことある。すごいでしょ。ダメだって、触らないで。おい、痛いだろ。思いついたぞ。さて、いただきます。ライトボックスと卵のトレイを用意して試してみろよ。トレイの上に乗せるんだ。うわ、いい考えだね。ライトショーって感じだろ。暗くしよう。うわ、いい感じ。パーティーだ。イエーイ、そう来なくっちゃ。よし、ジュリーが見てない間に。あー、イエーイ。あー、私の卵は。何の話。返してよ、今すぐ。早く開けたい。じゃんけんで決めよ。よし、私の勝ち。先に開けるね。わお、巨大な青いキノコ。もう美味しそう。ダメよ、これは私の。見て、すごい。早く食べてみたい。僕のは何だろう。やった、同じ巨大なキノコだ。しかも赤だし、すぐ食べなきゃ。美味しい。何かが怒ってる。僕が縮んだのか、それともキノコが大きくなったのか。すごい。クリス、どこに行ったの。クリス、ここだよ、ここ。クリス、戻ってきて、お願い。聞こえないのか。そうだ、電話しよう。もしもし、クリス、大丈夫。なんだって。本当に小さいね。言ったでしょ、全然見えないし。ずっと小さいまま困る、助けて。何か私にできることは。考えて。赤いキノコで小さくなったから、青いキノコで大きくなるかも。そうよね、やってみよう。よし、小さく切って。はい、どうぞ。美味しい。あ、効果あるみたい。元に戻れ。よかった、これで一安心。キノコ、お疲れ様。美味しかったな、もっと欲しい。どこに行った。いただきます。ダメ。でも、うわー、巨大になっちゃった。このキノコ最高だぜ。うわ、マディソン、見て、屋根に穴が開いちゃった。まったく、もう学ばないんだから。遠くまで見える。バスケが上手くなりそうだな。次行くよ。1、2、3。わあ、すごい。ゼリーのコップだ。私のも、しかも青、最高。そうだ、いいこと考えた。安全第一、実験開始。まずはソーダを入れて。そうだね。次はお菓子、口の中にね。おいしい。コップの中に入れないとね。あと少し。次はパウダー。どんな味がするかな。よし、少し振って入れる前に舐めるのよ。最高。たっぷりね。これわかる。目ん玉、最後の材料。目ん玉は欠かせない。いい匂い。乾杯。止まらない。喉乾いているんだな。最高だ。このカクテル大好き。
な。コップまで食べれるし。ストップ、競争しようぜ。食べるチャレンジで負けるわけにはいかないでしょう。絶対に勝つんだから。完食、やった。はあ、早すぎる。ずるいよ。私最高。景品は？わあ、大量の飴。いいな。何か聞こえない。この帽子かぶっててよかった。もうやめて。はい、あげる。ありがとう。くしゃみされたみたい。私が先でもいい？もちろん。はちみつのゼリーソーダ、この色見て。飲んでみてよ。そうね、行きます。おお、おいしい。ちょっと待って、見てて。え、雪が降ったのか。すごいじゃん。僕は何だろう。まさに僕にぴったり。見て、真っ赤。おいしい。嘘だろ、火が出た。願いが叶いますように。願い事って子供なんだから。他に何ができるんだろう。ずっと食べていられる。何かが起こった。嘘、マジシャンになれちゃうじゃん。マシュマロがあってよかったわ。僕の魔法でマシュマロを焼いてるの。役に立ってよかったね。おいしい、ありがとう。あっそう、このチャレンジ最高。あ、そうだ、一気に食べて大丈夫なの。お願い、やめて。何かムズムズするぜ。誰も僕も止められない。そうだ、火を消さなきゃ。うまくいきますように。え、火が消えてる。なんでだ、残酷すぎる。何するんだよ。どうせすぐ飽きるでしょ。せっかくのお楽しみが。はい、これあげる。いくよ。待って、あれ見ろよ。え、何？魚の尻尾か、いい感じ。尻尾？かわいい。お菓子をたっぷり乗せて。美味しいに違いない。食べてみて。魚臭くないのはいいことだよな。うん？何か怒ってる？うわ、これは予想外。まさかの人魚か。子供の頃からの夢が叶っちゃった。僕超綺麗。本当に可愛いわ。私はどうかな。人魚の大親友になれるわね。このお菓子を乗せて。足りないな。ほら、くっついてよ。嘘、壊れちゃった。これでも効果あるのかな。大丈夫大丈夫。尻尾出てきて。待ってて。ダメみたいだね。ダメ？待って、私にはできる。人魚になれ。あ、あれ？人魚になれる人もいれば、なれない人もいる。直せるかな？どう？続けて、いけるかもよ。いけ、いけ。なんかムズムズする。うわ、汚い。でもペットができてよかったね。ゴールディって名前にするの。そして僕は美しいの。食べ物にこだわりはある？温度によって食べ物って最高にも最低にもなるよね。この動画を見たら意味がわかるよ。バ
ナナを温めてみよう。1分でいいわね。え？温かいバナナなんてありえない。ありえるわよ。正気？ちょっと邪魔しないでよ。あなたのせいよ。責任取りなさいよね。新しいフードチャレンジよ。何でも熱くしたいのね。それならこっちは冷やしてやる。さあ食べましょう。開始。これどうすればいいのよ。軸付きのトウモロコシ。私の見て、コーンの氷だわ。すごくかわいい。味は美味しいのかしら。食べてみるわ。凍ったポップコーンなんて誰が食べるのよ。私は熱いのがいいわ。温めちゃおう。うまくいくはず。温かいもののことを考えるのよ。温まってるかな。もう少し熱くしよう。いい感じ。よく考えてなかったわ。収まった？こうなるとは思わなかったわ。電子レンジにすればよかった。それともこれを使うとか。熱を閉じ込めるのよ。今度はうまくいくわ。手を離さないで。あははは。うん、いいじゃない。美味しそうな匂い。まだ危ないと思うけど。全部弾けたかな。大丈夫？なんとか。熱をうまく使ったじゃない。背中が痛い。もうやらないんだから。笑えばいいわ、氷の女王さん。少なくとも美味しいものが作れたもの。でもおかしかったわ。今度は私の番よ。どうかな。おお、結構美味しい。冷たいのって合うわ。ワクワクする。うん、ただのハムサンド。私もよ。普通よね。いい匂いだけど退屈。そうだ、火が使える。いいでしょ。私は冷たい方がいいわ。見ててよね。目で凍らせるから。冷凍庫なんていらないよ。すごい。簡単にカチカチになったわ。冷たいレンガみたい。いけない。下が。くっついた。大丈夫よ。レンガ溶けちゃった。舌を火傷したわ。でも取れたでしょ。エマ、エマ、何よ。いいから見てて。焼くのよ。どうでもいいわ。いけない、焦げちゃった。時々自分の火の強さを忘れちゃうのよ。あれ、消えない。エマ、どうにかして。あら、大変ね。笑い事じゃないわ。分かったわよ。これで冷めるし、静かになるわね。
氷の力ってすごいわ。これで大丈夫でしょ。3、2、1、ゴー。うわー、マシュマロって大好き。そっちもいいじゃない。ダメよ、絶対。自分のを食べるわよ。忘れちゃいけないことがあるの。キャンプの時作ったものよ。これで糸を引くようになるわ。ね、溶けてきた。完璧ね。熱い。まだ熱いわ。でもすごく美味しそう。いただきます。うん、美味しい。手が汚れるけど。もっと食べたい。もっと作ろうっと。下品ね。何よ、汚い食べ方は嫌よ。見てて。見てるわよ。ダメよ。あなたまさか。後で感謝するわよ。何これ、鳥の糞？それとも火に取り憑かれた女？これは良くなかったわね。髪にくっついたじゃない。開けて、リジ。どうしよう。あなたが先に開けて。わかったわよ。うわー、やった。おいしい。どう？カチカチに凍ってるわ。うわ、歯が目立つ。すごく目立つわ。今度はあなたよ。出来たての熱々フロスティングがトロトロ。夢みたいに美味しそう。でもコーヒーも欲しいわね。最高の組み合わせよ。ちょっと待ってて。ずるいわ。でもいい考えがあるの。食品着色料を使うの、面白いことになるはず。冷たそうな青、リジーは嫌いよね。注入しちゃおう。これでよし。戻ってくるわ。熱々のコーヒーよ。いただきます。思った通りの美味しさね。あら、そう？うん、美味しそう。次はコーヒー。最高。いいものが入ってそう。先に開けたら？あなたが開けて。いいわ。さあ、何かな？豆乳。いつも飲んでるわ。でも温めなきゃ。やってみよう。温まってきたわ。その間に私は。あら、何よ、退屈ね。豆乳の匂いだわ。私のは熱くなったわ。さあ、飲んでみよう。湯気がいっぱい出てる。おいしそう。あったかい豆乳って落ち着くわ。さあ、飲み干しちゃおう。何がおかしいの？何なのよ。ヒゲができてる？気持ち悪いわ。恥ずかしい。私の方が美味しいわよ。完全に凍らせるの。豆乳はこうやって食べるのよ。怖い？
パックの真ん中を切るの。そして開くのよ。ねえ、最高なのはヒゲができないってこと？豆乳アイス超おいしい。お腹すいた。お前一頭いけちゃおう。ここ良さそうに。わあ、ホットドッグいいわね。私はこの青いのが気になるわ。お待ちを。丹精込めました。召し上がれ。おっとっとっと、お待ちを。まだ食べないで。あっつ熱々と冷え冷え、どうぞ。ありがとう。どうも。どういたしまして。うん、おいしい。もくもくもく。その、なんか気分が変。なんか寒くなってきたんだけど。お、え、おお。わあ、衣装が変わった。へえ、これ慣れたら楽しいわね。そういうマジックカフェだったわけね。今日も学校。細胞輸送のお勉強ね。もう私たち別れたの。金輪際だから連絡しないで。うわ、すごい。片思い相手。もう知らないわ。え、あー、どうも。彼こっち来るの？冷静に。その、元気？いや、クロエ、数学のテストどうだった？難しくなかった？そうね、本当よ。今日なんだか素敵だね。ありがとう。なんか焦げ臭くない？髪の毛燃えてるよ。え、うわー、どうしよう。痛そう。ごめん。その、やっぱ後で話そうかね。よし、大丈夫。ジェイク、ちょっとどこ行っちゃったの？運がないわ。冷たいパーティー？冷たい人しか入れないのに。でも大丈夫、用意してきたし。よっ、これでよし。ねえみんな、クールなパーティーね。どうも。あれ、なんか汗かいてきたよね。行きましょう。なんなの、ちょっとね。私も入れて。場所開けて。なんなの、もうクールなセルフィーだろう。は、いいこと思いついた。ちょっと熱くしてやろうじゃん。あー、わー、ありがとう。温度調節ってやつね。パーティーはヒートアップしてなんぼよ。泡が出てきた。うまくいってる。このカクテル気に入るかしらね。何か飲むかい？いい。オッケー。あつ。ドリンクに何が起こったんだ？何があったかさっぱりだわ。あっつあつね。みんなにはあつすぎた。これかわいくない？ロックスター夢だったの。どうも、クロエです。そんじゃレッツロック。キュイーン、イエーイ、ヒュー、バリバリバリ、ジャン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 、ワパパパパパパ、フュー、イエーイ。いつか一緒に演奏したいわね。夢だけどさ、愛してる。
ありゃ、なんか暑くしすぎたかも。あー、ふぅ、ふぅ、やっぱなんか変な匂いする。お宅大丈夫？ひひ、大丈夫。ちょっと熱が入っちゃって、ふひ。ねえ、今日もまた晴れみたいよ。一緒に日光浴しない？どうだろう。行こう、私一人嫌よ。しょうがないわね。やった、やっぱお外って最高ね。乾杯。そうね。あー、太陽が気持ちいいでしょ。ジーナ、わー、ジーナ、大丈夫、今助けるから。ママがいつも水の無駄遣いはするなってね。やっぱ飲むとこだった、ごめん。冷やすにはやっぱり冷蔵庫よね。はい、どうも。ハロー、待っててくれよ。ジーナ、ほら、ここで冷えといて。サービスです。きっと大丈夫だからね。何やってんだ。ふう、クロエ、大丈夫。ワン、ツー、スリー、よし。調子どう？ずっといい感じ。もう帰ってもいい？そうね、帰りましょう。私溶けたのよ、本当に。変な子たちだな。この映画怖いわね。ポップコーンで気を紛らわして。ジョニー、もうなくなっちゃった。あー、食べたいのに。待って、チョコレートバーよ。うわー、ポケットで溶けてる。ちょっと食べらんないかも。残念。待って、いい考えがある。何？うまくいってるわ。電子レンジがないときはあなたに頼めば。わあ、どんどん弾けてる。そうに、音を床に落とさないように。あなた天才ね、ジーナ。手伝えて嬉しいわ。あー、わっ、膀胱爆発する。なんとかするものない？チョコレート、何の役にも立たない。あー、ヘアブラシもカチンコチンだわ。ダメに、これも使えない。あとどれくらい我慢できるかわからない。見つけた、でもこれじゃ取り出せない。あ、やっちゃった。中に入らせて。風って最悪。38度7分、ガチの風邪じゃん。紅茶で楽になるかな。あちょ、よ、横座ってもいい？アイスクリームタイムだぜ。それ美味しそうだね。クリーミーで甘いんだろうね。そっとしておいた方がいいのかな、トーマス。あー、マジうめー。スプーンいっぱいのアイス。あー、凍えるような冷たさ。なあ、いる？まあいいけど。でも希望は失われてないよね。今は温かいものしか食べられないけど。でも味は変わらないでしょ。温めていこう。いくし、あとは待つだけ。
できたよ。いらっしゃい。ねえ、私もアイス持ってきたの。おお、なるほど。クリームスープって感じだけど、味はどう？そんなにまずいんだ。喉に絡みチョコ。アイスクリームって冷たくてなんぼの食べ物だね。まさしくな。なあ、熱い VS 冷たいチャレンジしない？トーマス、お先にどうぞ。冷凍チキン。ガッチガチに凍ってるんですけど。溶かすの手伝ってよ。溶けろって言ってんだろ。いって、トーマス、それって衛生的にどうなの？ダメだ、諦めた。じゃあ、私のお皿のは何かな？あっちょいフライドチキン。おい、俺にくれよ。しかも出来たて。味付け最高。あんたには自分のがあるでしょ。マジ不公平。あ、ひらめいた。お袋ならこれの調理法知ってるだろう。お袋の作るチキンは最高だもんな。よし、お助け隊が向かってます。はい、どうぞ。切ってあげようか。うらやましいってか、エリー。どうでもいいし、ジューシーなチキンをどうぞ。あー、お袋って最高。冷たい、それとも熱い、決めるか。引き分け。よし、トーマスのから開けよう。あ、麺だ。でも凍ってね。ああ、どうやってすすればいいんだよ。匂いも大してしねえし。えげ、お前も試してみろよ。これは失敗だったな。お前のも開けてみろよ。麺ならこうでないとね。病気の時は温かいスープが染みるよね。一口いただきます。美味しそうでしょ。さてと、これなんだと思う？あっと、トーマスのは？あ、凍らせたコーラ。飲めるかな。ほぼ動いてない感じだけど。うわー、爆発寸前って感じ。振ったのはまずかったかな。ああ、すげえ。そしたら味見、ほとんど残ってないじゃん。あ、まあ、一気飲みしかねえよな。私、熱いコーラの味見してみるね。温かい炭酸なんて飲んだことない。当たって砕けろ。熱すぎる。あ、いいこと思いついちゃった。紅茶の気分？実際はコーラだけど、でもティータイムに飲んでも支障はないよね。美味しそう。5時だしね。ありがとう。いただきましょうか。乾杯。そんなに悪くないね。今度のラウンドは私から行くね。おお、エリー、大丈夫か。温めたスイカとか見たことないし。凍ったスイカも珍しいけどな。これはかなり手強いな。でもどうしたらいいか分かる気がする。安全第一。今からがっつり切ってやるぜ。いけー。鋭さが足りないな。わかった。これ試してみなよ。気をつけろよ。ここからがガチだからな。おお、もう割れろ。
怒りが溜まってるみたいだね。マジかよ、これだけしたのにかよ。頑張ったのに。何もないよりはマシでしょ。そうだねとは言いづらいけど、当たって砕けろ。熱いゴミみたいな匂い。味もそのまんまだな。あーひでえ、見てるこっちが辛くなるわ。次はグミ部屋だよね。やん、超熱い。俺のはカッチカチ。ああ、このべしょべしょの砂糖まだ食べられるかな。グミってこんなんでできてるんだ。クッキーにのせたらどうかな。うん、あー、顎が会いたくなってきたな。マジかよ、歯取れた。最悪じゃん、見ろよ。お腹空いてなかったら食べないけど、これうまい。表だったら俺だからな。よし、じゃーん、これ最高のラウンドじゃん。ってなんか見た目がおかしい、味もおかしい、って凍ってるよね。これ見てみろよ、こんなの食い物じゃねえだろ。君も私のは期待通りだといいの。トーマスの反対、実食といきますか。うわっ、ひらっけ、いらっしゃい。よし、なんだ、マジごめん。おい、大丈夫か。うん、平気。ワン、ツー、スリー、ゴー。寿司パーティーって感じだな。何かがおかしい気がするけど。なあ、こっちは大丈夫そう。こっちはそうでもないかな。もう寿司の氷かよ。一個くれよ。寿司は冷たいとうまいけど凍ってちゃな。でも辛いソースをかけたら、俺の計算さえ正しければ、ホットソースと寿司はスパイシーホット寿司。俺マジ天才だろ。これで温まるんじゃねえ。あと数滴垂らして。それ大丈夫？よし、お味は、やべ、いかん、やべ、助けて、救急車、口が燃えてる、凍った寿司でクールダウンだ。マシになってきた。マジかよ、エリーの風が移った。冷たいもんばっか食ってたのがまずかったんじゃない。大丈夫トーマス、もう一ラウンドいける。どうやってやったんだよ。いやあ、ただの温かい紅茶かよ。それはありがたいわ。強い免疫システムに乾杯。ああ、うま。ちょっと、これ使うんだよ。私もよ。渡せよクロエ。いいわ、沸騰させてやろう。まだ使いたい。じゃあ凍らせてやる。超熱くするのよ。二人ともちょっと負担をかけすぎかも。これ大丈夫かな。
爆発する。なんで喧嘩するんだ、まったく。これで勉強しなさい。わあ、ここはどこ？これを開けるんだと思うよ。そういえばお腹空いてるわ。あら、赤いものって好きよ。これなんだろう。俺はキンキン派。これでよし。氷を入れる必要なんてないよ。さあ飲んでみよう。ああ、お風呂みたい。落ち着くよ。氷みたいに冷たくて。変な人に。私も飲んでみよう。でも温めなきゃ。うん、いい感じ。あれもやるべき。危ないよ、気をつけて。バッチリ。熱いお風呂に入ってるみたい。あー気持ちいい。準備 OK？ 先に開けたら？うわ、これ開けたくないかも。何よ。知らない方がいいよ。緊張するわ。ただの卵だよ。笑えばいいわよ。でもこの卵どうしよう。スクランブルエッグって美味しいよね。食べたくなってきた。ちょっと熱を加えれば。うまくいってる。やりすぎない方がいいわ。ひよこが生まれた。おお、かわいいね。その卵に入ってたなんて。やっぱり自分のも開けようかな。でも冷たくするよ。そうそう、いい感じ。冷たい風を感じる。これでいいかな。なんでこんなことに。ひよこじゃないの。全然可愛くないな。やった、ドーナツ食べたかったんだ。でも暖かすぎるよ。もっと冷やさなきゃ。よし、いいぞ。氷が乗ってないデザートなんて。うわ、おいしそう。ああ、カッチカチだよ。なんでだ。やばい、舌がくっついた。取れない。舌ってこんなに伸びるものなの。痛っ。今のは痛そう。何この巨大なもの。僕の鼻。おかしい。私だって自分のを開けるわ。でもまず温めなきゃ。嗅覚が戻ってきた。何の匂い？温めてるのよ。大丈夫、焦げてないわ。うん、ちょうど良さそう。ほら見て、黒焦げじゃん。ちょっと長すぎたわね。でも美味しいかな。いや、ダメか。クマのグミ大好き。でも温度がダメ。そうだ、ちょっとアレンジしよう。マグカップに入れて火で炙るの。ごめんね、クマさん、熱くして。よし、フルーティーな香り。マシュマロを入れよう。ココアみたいだけどグミでできてるの。忘れてた。
スプーンがないとね。最高のデザートに、グミはこうやって食べるのよ。パンチがある味に、食べてみる？悪くなさそうだね。僕のはこうしよう。料理上手はクロエだけじゃないよ。僕のレシピも見てて。ここからが楽しいんだ。火を出してよ。いいけど。よし、溶けたぞ。あとはこれに入れるんだ。クマさんたち、ここに入って上まで注いだら、次は凍らせるんだよ。棒も忘れずに。よし、僕の力で凍らせて。冷えてきてるかな。ふう、頑張った甲斐があったよ。一本食べる？いらないの？シャキシャキしてすっきりするよ。口の中がアイスパーティーみたい。あ、ミントキャンディーだ。見てて、こうやって手で揉んだらすぐに温まるよ。へえ、面白いね。ほら見て、こんなに伸びるの。気持ち悪いな。味見しよう。君変わってるね。でも僕はキリッと冷やすんだ。凍らないの？もうなんで温まっちゃう。室温のミントなんて。あれ、今のやばい。マシュマロ、マシュマロって最高よね。私はどうやって食べるかっていうと、いっぱい刺すの。へえ。そして火で炙るのよ。キャンプファイヤーみたいにね。こんがり焼けたわ。チョコとの相性抜群よ。いっぱいつけた方が美味しいわ。すっごく美味しそう。全部私のよ。面白いね。でも僕は違うよ。ちょっとアレンジするんだ。何してるの？最後の仕上げは雪を降らせる。そこまでやるの？終わった？わあ、うまいじゃない。わー、僕の傑作の一つだね。かわいい雪だるまでしょう。雪って思ったよりいいのね。テストの出来どうだった？楽勝だったし。嘆かわしい、史上最低だ。最低？嘘、ありえない。もうテストなんかこうしてやる。大げさすぎないか。それならこれしかない。一緒に来たまえ。刑務所？ただのテストじゃん。出して。ごめんなさい。愛してる。俺たちの愛は刑務所を超えるんだ。ロマンチックだな。胸くそ悪。寂しいよ。時間です。お帰りください。すぐ出るから。1分だけお願いします。待ってる。お前を抱きしめたいよ。いい加減にしろ。お帰りください。帰った？私女優に向いてるかも。官房に返して。お前から離れたくない。また会える日を数えて待ってるね。私のこと忘れないで。って帰ったね。はあ、お昼寝しに行こう。今の子はガラス汚い。キモいし。さっき掃除してピカピカだったのに。はあ、私に任せて。可愛い色のリップだね。あれ、こっち側についてる？あの男性、
彼の方がリップしてたの？この仕事いろんなことがあるな。制服を着た男性って素敵ね。痩せすぎだけど、もう少し食べないと。美味しいものを用意してきたの。はい、どうぞ食べてちょうだい。全部食べるのよ、いい子ね。ありがとうございます。私の可愛い孫よ。おばあちゃん、元気にしてるかい？辛いよ、みんなに会いたい。写真持ってる？もちろんよ。最先端技術は苦手なんだけど、元気が出そう。ほら、うわ、ありがとうおばあちゃん。うわ、それ何？それは飛ばそっか。続けて。注文が多いわね。マジ？なんでこんなの私に見せるの？軽蔑されるためにここに来たわけじゃないのよ。失礼ね。ごめん、来てくれてありがとう。もういらっしゃい。こんなの無理だわ。そうだ、いらっしゃい。久しぶりにいい男を抱いたわ。さあ、もたもたしない。私の孫にハグしてきておくれ。気分がいいな。そう、おいで。おばあちゃんにハグされてるみたい。ありがとう。いらっしゃい、かわいい子ね。さあ、のろまめ。かわいい子ね。かわいい子ね。わかったって、おばあちゃん。キス行くわよ。ぶちゅー。こんなの給料に見合わない。無理。大さん、トイレにでも行きたいのかな？しょうがないね。刑務所って退屈。どうも、ルームサービスじゃなくて水です。ありがとう。癒される。温まりたかったんだ。熱っ。マジ天国。スローモードといい感じに見えるよね。もう片足も入れちゃおう。ずっとこうしていたい。自分へのご褒美。軽い読み物はいかがですか？サービスいいね。お加減はいかがですか？そこそこ。いいね。私の番、待ってました。ちょっと違うんだけど、氷じゃん。こんなの不公平だよ。文句言える立場じゃないか。まあ悪くはないよね。囚人服は脱いでと。ジャージ着てるの忘れてた。まあいっか、これも。だって寒いんだもん。いよいよ暖かいところだって妄想すればいいよね。ダメかも。ちゃちゃっと済ませよう。寒ー。これはダメだ。勘弁してよ。やめた。何この騒音。まあ許容範囲かな。お魚さん、今日は清掃日。看板をきれいに掃除しないとね。私もくすぐったい。ランマラン。さあ、食事の時間。やった、お腹ペコペコ。最悪、また氷じゃん。召し上がれ。これどうしろっての？すぐに溶けるといいけど。噛んでみるとか。思ったより硬いし。お腹すいた。ひらめいた。映画ではうまくいくよね。くらえ。痛い。落としてみるのはどうかな。無駄だったか。そうだ、ペン。これ使えるんじゃない？成功だ。うまくいったよ。ついに月が回ってきた。中身は何かな。お腹すいた。氷？刑務所最悪。頭きた。文句言ってやる。ちょっと別のものが欲しいんだけど。どうも。でも私怒ってるからどうでもいいし。やっと食事にありつける。美味しくはないけど仕方ない。
悪くない。ん、向こうは何してるんだろう。うわ、美味しそう。ちょうだい、激辛チキンウィング大好き。うん、やば、うまっ。もっとあったらよかったのに。ちゃんと噛んで食べなよ。美味しかった。まずい、お腹が痛い。お腹が痛いよ、助けて。危ない。ああ、やばい。看守さん、緊急事態発生。お願いです、トイレに行かせてください。昼寝しようとしてたのに。うわ、ひどい匂い。お願いします、助けて、トイレに行かせてください。医者に見せた方がいいよ。どうしたんだろう。どいて。どこ、やばそうな予感。はあ、すっきりした。あと一息、無理やり通れるかも。ダメか、脱獄したいだけなのに。待てよ、いいこと思いついたかも。雪と氷が使えるね。雪玉ゲットだよ。しっかり狙って。なんだこりゃ。あ、どうも。私ですか。うん、君。私かわいい。僕鍛えてるんだ。うまくいきますように。毛だらけみたいになっちゃった。女神のように美しい。誰か温めてほしいな。僕が引き受けましょう。お願いします。ただいま。ドアを開けたら。もちろん。あんたどんだけアホなの。前に教えたでしょ。ああ、うまくいきそうだったのに。残念でした。見ないよ。はい。大丈夫か？何か伝えようとしてるのか？ああ、そうか。どうも、お望みの通り来たよ。そうみたいだね。待て、これで良くなるから。何してんの？仕事だよ。あ、そう、ねえ、ちょっと。ああ、そうか。気を取り直して。ちょっと荒れてるな、乾燥唇が痛いから。こいつ、バカなの？これはやるよ。出してよ。自由、逃げろ。静かに。バイバイ、手紙書けよな。寂しくなるな。うん、このお茶いい匂い。これに合うもの知ってる？チョコレート。いい考え。でも全部食べちゃってる。そりゃがっかりだ。あれ、なんだろう。よう、ここ女子刑務所ですけど。ゲームをする。考えて選べ。どうしよう。やるしかない。いいだろう。何も起こらないといいけど。行くぞ。あ、美味しい。うわ、どうしたんだろう。わかんないけど、まあいっか。チェスのルール覚えたい。ん？それは何？わあ。ねえマンディ、今手が離せない。マンディ、何なの？これ見てよ、パーティーだってさ。そりゃ楽しそう。わあ。な、何よ。こんな格好じゃいけない。そういや、そうだ、このフォークで髪溶かせるかな。うまくいってる気がする。あは、何それ面白い。これ見て、指に髪を巻きつけて温める。何それ、カールの出来上がり。いいでしょ。ずるすぎ。そうだ、それキラキラメイク。あ、そうだ、氷を使って仕上げの眉毛。クールでしょ。すごい素敵なメイクね。パーティーの準備よしだね。さあ抜け出そう。よろしく。鍵なんていらない。もうちょっと、これもっとやろう。さ、来るでしょ。いや、私ここから出る。さ、行こう。それ、この動きはどうだ。
混ざっても怪しまれないね。ヤッフー。あれ、あんな子いたっけ。あの格好はダンスがうまいな。これ楽しい。おっと、看守だけって書いてあるだろ、小さく。何それ聞いてない。あの看守さんイケてたね。ねえマンディ、目閉じてて。お、サプライズ、いいよ。そのままね。ここに置こうかな。火もつけないと。そうだ。あれ、いつもはできるのに。もう一回。おい、こんなことある。集中。うん。じゃあこれ使うか。情けない。はい、ついた。もう開けていいよ。え、お、私にいいのに。願い事するんだよ。ありがとう、めっちゃ素敵。親友だもの。同じ部屋でよかったよ。あ、なんか暑い。マンディ、どこ行っちゃったの。溶けちゃった。なんてことをしちゃったの。友達が水たまりに。どうすればいい。待って、いい手がある気がする。これを抜いて。マンディの持ち物と、ごめんね本当。全部をポットに入れて。行くぞ。誰か助けて。違う、ドーナツ10個、アイシング付き。エアコンつけてください。また君たちか。これでいいか。どうも。うまくいくといいな。お願い、帰ってきてマンディ。さっきの何。あ、おケツがはまって。アリソン、まだ声が聞こえる。マンディ、もう戻ってこないかと。だから吐くはダメって。逃げるからね。お腹すいた。食べるもの。ねえマンディ、またいつもの。マンディ起きて。マンディ、何。食事の時間。ならそう言ってよ。あ、疲れた。座って。あ、おケツが。おケツが燃える。騙された。またか。冷やさないと。あ、これでよし。もう次は許さないかんね。わかったって。よし、これなら大丈夫。氷のクッションね。お詫びにこれあげる。これなんだ。インスタント麺。いいね、楽しみだな。行くよ。綺麗に食べないとね。先に調理しないと。いい匂い。ちょっと冷たいのがいいのに。こっちの方が。何すんのよ。あれ、暑くなってきたな。扇風機があってよかった。やめろ。今度は冷えてきた。あー、そうだ、ママが編んでくれたやつ。まずくなる。暑すぎる。毛布はいいや。いい加減。何が起きてるんだ。勝つのは私。寒い。おい、そこの二人、おとなしくしろ。失礼。はい、これで満足。あんたのせい、口パサパサする。はあ、よく寝た。マンディ起きてる。まあいっか。あー、気持ちいい。朝ごはんはっと。何が入ってたっけ。マンディ、びっくりした。うう、マンディ調子悪そうね。体温測らせて。眠い。うわ、
病気じゃん。そうよ、気分最悪。大丈夫だよ、看護師アリソン。これで体を冷やしましょう。と、これじゃなくて、アイスクリームはみんな好き。はい、どうぞ。あーん、おいしい。全部食べて。冷たいね。あー、よかった。ハクション。うわ、なんか出た。病気って嫌い。鼻から、まあいっか。何か別の手がいるね。扇風機は？まだダメ。フーフーする。熱くなってきた。アリソン、やめて。逆効果。いけない、何してんの私。そうだ、これを飲んで。わかった、そうする。これで治るのかな。ごっくん。気分は？なんか良くなった気がする。ふう、一安心ね。氷風呂、これをこうすればよかった。これいいね、もう気分復活。よし、さすが私の治療法。よかったよかった。ちん、どうしよう、なんとかしてあげないと。寒い。大丈夫、私がいるよ。息を大きく吸って吐いて、リラックスしてゆっくり安定した呼吸をするのよ。わかりました。いけない。何この匂い、大変。癒してあげる。私たちここにいない方がいいかも。何が起こったんだ。同時に名前のカードを取るなよ。これよ、ビッキー。いや、ソフィアの方がいいよ。ビッキーよ。ソフィアだよ。ビッキーよ。ソフィアだって。ビッキーよ。ビッキーでしょ。ビッキーでいいよ。よくシャッフルして並べよう。よし、いいよ、座って。名前を並べたよ。ベラはどう？ラナの方がいいわ。なんだって？ベラの方がいいよ。ベラって美しいって意味なんだよ。絶対ベラだ。あら、そう？これでどう？これはもらうわ。これを持って。こんにちは。準備はいいですか？サングラスをつけて、行きますよ。うん、ラナがいいよ。こんにちは、お座りください。すみません、温度を上げてもらえますか？いいですよ。あー、座りたかった。ここ、暑いわね。すみません、温度を下げてください。はい、いいですよ。寒すぎるわ、あげてください。うん、よくなった。汗だくだわ。あげて。いいえ、下げて。あげて。下げて。やってられないよ。まあ、大げさな人ね。うん、よく寝たわ。さあ、何を食べようかな。残り物があるわ。おいしいのよね。電子レンジで温めよう。あとは待つだけ。うん？電子レンジが動かない。もう温めてよ。がっかりだわ。このピザカチカチに凍ってる。全然温まってない。
ダメ、冷たすぎて食べられない。ん、そうだわ。やった、熱い息のおかげで助かったわ。そうそう、この味よ。赤ちゃん、お腹空いた？ママもよ、何か食べましょうね。いちごのヨーグルトはどう？おいしいわよ。スプーンはどこかな。うん、普通のヨーグルトね。でもなんか違うのよね。そうだわ、アイスクリームがいいわ。ちょっと冷やしましょう。よし、フローズンヨーグルトのアイスキャンディーよ。うん、さっきよりずっと美味しいわ。最高。おっと、曲がり損ねるところだったよ。ねえ、見てくれない？レースワンピとオフショルワンピ、どっちがいい？ちょっと、聞いてる？なんなの？ひどいわ。うわぁ！コントローラーが熱い！手が燃えちゃうよ！さあ答えて、どっちがいい？ありがとう、優しいだね。うん、ありがとう、君もだよ。さあ着替えてくるわ。心が温かくなるよ。ただいま。あら、今日はどうだった？会いたかったわ。うん、仕事は悪くなかったよ。ならよかった。ああ、足が疲れて痛いわ。足を高くしておくといいよ。お願い、マッサージしてくれない？ひどい、すごく疲れてるのに。そうだ、いいアイディアがあるわ。ちょっと、携帯を置きなさい。足が痛いの、マッサージしてよ。ああ、気持ちいい。生き返ったわ。大変、生まれそう。緊急事態よ、緊急事態。いけない。ちょっと待っててください、すぐ戻るから。やばい、一人になっちゃった。戻ってきましたよ。しっかり準備してね、体を冷やしましょう。かわいい赤ちゃん。おお、はい、あなたの赤ちゃんですよ。ママにそっくりなのね。生まれそうです。そうみたいですね。聴診しますね。うん、おかしいな。うん、うん、確かに出てきそう。さ、深呼吸してください。吸って吐いて。何が起こったの？あ、ごめんなさい。大丈夫、解凍しますから、これが使えそう。ふう、よかった、戻ったわ。呼吸ですよね。そうそう、そうよ、深呼吸して。生まれたわ、かわいい赤ちゃん。はい、どうぞ。私の赤ちゃん。ゴーグルちゃんとつけた？実験スタートだよ。汚さないように気をつけてね。ワクワクする。何か起こった？どうだろう。うわ、ちょっとやばいかも。助けて。何が起こってるの？怖いよ。待って、奇妙すぎじゃない？風と火の登場。開けてみて。
わあ、ハートのマシュマロだ。へえ、ずるい。ちょうだい。ダメよ、全部私のなんだから。ちょっと熱を加えて。よし。もう、そんなの許さない。ちょっと、何するのよ。やめてってば。ああ、もう一回。そうはさせない。うわあ、多すぎ。もうライ、ありがとう。はあ、ふわふわ、まるで雲みたい。全部食べちゃえ。あ、ミッキーのこと忘れてたよ。止めて。ごめんね、やりすぎちゃった。最悪すぎる。あ、そうだ、よし。大きいのを取って。完璧。はい、あげる。確かにマシュマロみたいね。味もね。びっくりした。落ち着いてよかった。やった。誰が最初に開ける？じゃんけんぽん。よし、いつも地球が勝つのよ。うわぁ、見て、小さな卵、すごい。でもこっちの方が興味あるかな。ウェンディ、変なの。笑わないでよね。そもそもそれ食べられるの？栄養たっぷり。何？木？一体どこから？今日はとてもハンサムね。ほんとロマンチック。葉っぱが素敵。土？はい、あーん。お腹空いてるでしょ？はあ。何してるの？ウェンディ？ウェンディ？はあ、もういいや。これは何？見たことない。色が綺麗だわ。とりあえず食べてみるか。意外と硬いのね。できた。いただきます。おいしい。でも何かあれ？あ、しゃっくりだわ。プレゼントだって？うん、素敵、ありがとう。ウェンディ、あー、あ、どうしたの？ちょっと、デート中だったのに。しょうがないな。今度は何かな？お願い、先に開けさせて。ありがとう。空っぽのコップ。飲む？飲むって何よ。あ、いらない。本当にこのコップ空っぽだと思う？すごいでしょ、煙の登場。はいはい、今度は私。うわ、これ見て、辛そう。いただきます。最高。楽しそうだな。もっと熱くしちゃえ。火、いけ。あれ、できない。うわ、ミキ手伝って。ああ、まったくもう。はあ、よかった。辛いけど食べてみる？確かに美味しい。私が先ね。ダメ、私。何もない。そんなのずるい。残念ね。うわあ、見て。あ、いつの間に大きなチーズ。すごい。冒険に行く準備完了。じゃあね。置いてくの？まったくもう。一人で開けるか。うわ、好きな色だ。ふふ。
いただきます。あれ、何、どういうこと、戻ってきて、もう捕まえた、よし大成功、私のものよ。ああ、方向合ってるかな、西はどっちだろう、ここだ。でもさらに混乱してきたわ、風が強い、ああ、地図が、ああ、ああ、でも近いはず、それにしても暑いな、ああ、あった、よし、ただいま、すごいもの見つけちゃった、見て、あ、それ何がおかしいのよ、ちゃんと見てるの、うん、宝物よ、音がシャカシャカ、お味は、うん、クリーミーで美味しい、そうなの、うん、頑張ってよかった、ねえ見て、動いてる、ミキよろしく、あ、小さな恐竜だ、ほら、あ、行っちゃった、変なの、うわ、それちょうだい、ちょっと私の飲み物、あ、あ、そうだ、雨よ降れ、指よお願いね、あと少し、はい、ありがとう、あー、びっくりした、結構おいしいわね、やった、開けてみるね、ダメ、うわー私が先よ、うわー美しい、味もおいしそう、うん、最高、わお、うん、私は平気よ、骨も折ってないし、まったくちょっと意地悪すぎない、あ、これ使えるかも、よし、ねえミキ、この花見て、うん、あ、拍手、ものがたくさん、あ、なんだ？これ私の？わあ、綺麗なお花だわ。でも待って、本物に見えない。変なの？うん、どれどれ？うん、おいしい。このテスト難しいな。うわあ、誰？頑張ってね。拍手！一体何なの？たくさんある。うん、最高、それでね、もう最悪で、うん、もらっていい、ありがとう、拍手、え、何が起きたの、まあいいや、うん、こんなに美味しいもの初めて、たくさん食べちゃえ、うん、最高、うわ、うん、あ、ヤッホー、あ、あ、拍手、うわー、すごい、この葉っぱ見て、アレルギーって最悪よね、準備は OK？ 何の？ちょっと待ってて、いや、マッチはなし、なくても大丈夫、よし、これはどうかな、わあ、正直すごい。私のも見てよ、待っててね、じゃーん、わお、ホット VS ゴールド、私たちにもできそう、ママ、私たちテレビ番組に出てもいい、お手伝いが全部終わってからね、う
まあすること多いな、しょうがない。あとワンセット。頑張って、できるよ。聞いてきたぜ。お、あの子、挨拶でもするかな。誰かがウェイトを置いてったみたい。これ楽勝すぎ。よう、元気？向こうで何してるのかな。やば、凍ってるじゃん。落ちろー。うわー、俺のシャツ。いやー、楽しくなってきたじゃん。失礼します。凍ったシャツどうしたらいいかな。やった、私がこれを使う番だね。わあ、これ辛いな。クレアが力尽きた理由もわかるよ。やばー、私も落ちちゃった。今のは熱かったな。やばー、逃げた方が良さそうかも。健康な食事とかだろう。お皿いっぱいのお野菜ですよ。蒸し野菜も熱すぎるし。私のなんか凍ってるよ。野菜とか最悪。ねえ、クッキー食べようよ。大丈夫、本気で食べたりしないから、こうやって使うだけ。あー、いい匂い。急いで野菜をかき込もう。キモ、熱すぎるし。さっさと口に詰め込もう。できないよ、ちょっとずつじゃないと口が燃える。でも食べ続けなきゃ。熱い。氷が丸ごと入ってないだけよくない。最後の一口やったね、食べきったよ。偉いわね。同じこと考えてる。やった、本当に美味しい食べ物をいただこう。どうも、ここにあるもの全部ください。かしこまりました、お持ちしますね。楽しくなるね。乾杯。まずい、滑った。水が止まって、ふう、危なかった。息が熱すぎるよ。氷が溶けちゃった。びしょびしょじゃん。散らかし放題じゃない。こんなのよく我慢できるわね。二人とも部屋を片付けなさい。散らかしたのはクレアよ。どっちかなんてどうでもいいでしょ。二人で片付けなさい。始めるか。放置じゃダメ。ん、どこからか蒸気が。わあ、髪見てごらんよ。かわいい、カールしちゃった。髪全体カールしちゃえ。よし、できた。私も試してみようと。低温でカールはできなくない。よしと、氷の女王。あ、そう、そう思いたいならいいんじゃない。は？うん、くらえ。やだ、冷たいじゃん。後悔させてやる。二人とも何してるの。喧嘩？違うよ、遊んでるだけ。全然掃除してないじゃない。なんなら悪化してる。片付けなさい、今すぐ。はい、わかりました。怒らないでよ。あら、花が枯れ始めてるみたいね。残念だわ、綺麗だったのに。
私が直してあげよう。氷の息で凍らせるんだ。完璧、こっちも。花に何してるのかしら。ありがとう、綺麗だわ。はあ、私だって役立てるもん。洗濯物がいっぱい。一気に持ち上げて。で、いいこと思いついた。熱のパワーがあったらアイロンなんかいらないっしょ。成功、シャツ全体に。すぐ終わっちゃった。一つ完了、残りに移ろう。完璧、全部終わったよ。炭酸を持って行ってあげよう。氷を入れたらさらにいいよね。これで十分冷えるでしょう。よしと、冷たいドリンク。この匂いなんだ。ギャー、ケバブが燃えてる。ふう、危なかった。ちょっと手どけてよ。冷たい飲み物持ってきたよ。多分火は通ってると思う。アイスキャンディータイム、冷やすだけ。よし、冷たくなった。あとは棒を刺すだけ。これも冷たくして投入。これであとは凍らせれば OK。 アイスキャンディーもどうぞ。リラックスといえばポップコーンだよね。よし、弾けてきた。完璧なポップコーン、喜ぶだろうな。全部終わったよ。テレビ番組に出てもいい？やった、行こう。シャツにアイロンまでかけるなんて、焦げてるじゃない。まあ昼食があるだけいいか。これも焦げてるわ。木炭みたいになってるじゃない。ポップコーンは美味しそうね。これも焦げてる。飲み物がいるわね。こっちこっち。じゃあアイスキャンディーでも。これだけはうまくやったみたいね。冷た、下が花も溶けてるじゃない。二人とも。はあ、楽しみだわ。わあ、転んだのバレてないといいけど。スターになるぞ。いやあ、いた、どいてよ。あんたが上に乗っかってきたんでしょ。まあ予想通りか。ホットとコールド、有名人になれそうなのはどっちかな。動画をお友達とシェアして、新着動画をお見逃しなく。